はい、本日はですね、9月に着たいアイテムっていうのを大体8点か9点ご紹介していきたいなというふうに思います。ちょっと数はね、バラバラになっちゃってるかもしれないんですけど、もう9月入ってね、この格好はなしですよね。半袖半ズボンでこうやって歩いてるのはちょっとどうなんかなと。それ確かに9月暑いんですけども、そういう時はじゃあ何を着ていくのっていうのをね、僕が着たいアイテムっていうのをずらっと並べていきました。まず1点目からいきましょう。1点目こちら。やっぱり長袖でいきましょう。さすがにね。で、長袖の中でも、こういうショーツと相性のいいやつってあるじゃないですか。で、そういうのをちょっとチョイスしていきたいなと思うんですけどもね、これはねジョンスメドレーという、まあ、比較的あのお高ブランドになってるんですけども、ニットこれでね、3万6000円ぐらいするという結構高いやつなんですけど、まあ、一回着ていきましょう。はい、ということでね、まあ、こんな感じになってるんですけど、なんでこれをね1点目っていうか長袖でチョイスしたかというと、こういう長袖ってダランとするやつ多いんやけど、それってショーツと相性悪いんですよ。でこうショーツと合わせるのって結構かっこいいじゃないですか。でそういうのどうやって合わせるんかって言ったら、こういう腰のとこにリブがちゃんとあってしまってたり、あと袖口もリブがあって、こう切りっぱなしじゃなくてこうリブがあるタイプやったら、こうやってまくった時にね、それ相応の雰囲気になるじゃないですか。で半ズボンに長袖って一番男が好きな姿なんですね。男が男に憧れるのって大体このスタイルなんですよ。でこのスタイルしてサングラスとかかけてたりしたら、あの人めっちゃかっこよないってなるんですよね。これちょっとね、あのネックレスつけてブレスレットなんかつけてしまったらね、もうこれだけで、おめっちゃかっこいい、あの人何してる人なんやろってなるんですよ。でまあね、これ見てもらったらどうです、あいい感じでしょ。まあ例えば今パンツがあれやけど、普通にもモノトーンで行っちゃったらいいんですよ。白黒とかでね行っちゃっても全然それはそれで変じゃないし、9月やったらこれぐらいちょっと長袖はねせめて着ときたいなと思うんですけど、ジョンスメドレーちょっと気をつけてください。丈めちゃくちゃ上に上がってくるからちょっと変なスタイルなんですね。これだけちょっと気をつけていただきたいなと思うんですけども、まあこれがまず1つ目ジョンスメドレーね。で2つ目っていうのが何かっていうと、まあ、同じく長袖でチョイスしてみました。こちらズドン、パープルレーベルのロンティーになっております。これに関してはもうちょっと動画出したか出しないかちょっとわからないんですけども、もう先に紹介しちゃいます。まず着ていきましょう。はい、ということでね、こんな感じで着てみます。まあ、さっきも言ったみたいにね、袖がこうビシッと締まってるタイプのはね結構半端とこう合わせやすいんで、まあ、こんな感じで合わせみたいいかがですかなんて言って、まあ、グレーとカーキっていうね、まあ、これも男の人が好きな感じの配色ですよね。これはねどっちかって言ったら子供と公園スタイル、子供公園行きたいって言ったら、あ、ほな行こうかって言って、まあ、こういうスタイルで行くとグレーはとにかく汚れが目立ちません。だからちょっと汚れたしもあんまり目立たへんし、公園で一緒に遊んで泥だらけになっても目立ちにくいってところがあるから、こういうグレースタイルでねサングラスパッてかけていったらいいんやけど、ちょっと今サングラスないんであれですけどね。でこんな話したらね、いつもね、子供いてるんですかなんて言われてるんですけど、子供いてません。僕のところは子供いてないんですけども、あくまでこれはペルソナを決めてやってます。38歳2児のパパっていう設定でやっておりますので、38歳の2児のパパは多分土日になってお休みになるので公園に行くでしょう。その時はじゃあこのスタイルなんてどうですかっていうご提案なんです。だからお前子供おらんのかいってなってくるんですけども、まあ、もし僕に子供がいてたらこんな感じで多分行くでしょうね。近くの公園やんなん行こうかって遊んどいでってビューで遊んでて、それはまあ綺麗なママ友とかおったりしたら、あ僕も一緒に遊ばしていただいていいですかなんて言うけど、まあそれ以外やったらね、まあ遊んどいでって言ってボケーとしてるんやと思うんですけど、まあこれが2着目ということになってて、で次もね同じくまあ長袖で行こうかなと思いますと、基本的にはショーツ履くことってもう紹介してもしゃあないじゃないですか、このタイミングで。だから次はシャツ系で行こうかなと思います。珍しくちょっとノースレス入れてみたんですけど、はい、とまあこんな感じでね、シャツスタイルにしてみました。なんか最近ねアウトドアゴリゴリのやつ僕の中であんまハマってないんですよ。だからアウトドアゴリゴリっていうよりかはもう街でも行ける感じでね、まあ、こうシャツパーって羽織ってみて、上3つだけ締める、これの締め方ってまあご存知ですよね。多分僕の年代の方やったらご存知だと思うんですけど、そうキムタク止めということでね、キムタクはだいたい上から3つぐらい締めて下開けてますけどもね、これあんまり女子受けしませんが、まあこういった感じのスタイルでね、これは何やろうな、コンビニ行く時かな。僕らとかやったら、まあ大阪の人やったらスーパータマで行くと思うんで、スーパータマで行く時なんかはこんなスタイルで、カゴ持ちながらね、じゃあ今日のもやし1円か言うてねポジンで放り込んだり、帰りにストロングでも飲みながら帰るかって言ってねストロング缶入れてみたりとかしながら、買い物するというこうスタイルになってるんですけど、まあこれが3つ目の紹介になってますね。これもっと言うとね、長ズボンにするとねバイク行けるんですよ。こうやってグーッとバイク行けるから、バイクの時なんかもねちょっといいかもしれないですけど、撥水の加工もついてるし、ちょっと雨も弾いてくれるんでねいいかなと思います。そして次がですね、同じくシャツ行きましょう。でこのシャツに関しては僕は今サンプルで作ってる最中なんですけど、見ていただきますね。はい、とまあこんな感じのねシャツになってるんですけども、まあ大人の方が着れるようなね、まあ綺麗めなシャツっていうか、コンセプトはデートで着るようなシャツ、こんなんを今作ってるんでね、ちょっとまあアクセサリーなんかとも合わせてもいい感じですよね。でちょっとね大人な感じで着れるかなと思ってね今作っておりますので、楽しみにしててください。発売は2023年春ですよ。今秋やのに冬通り越して春の話してるけど、春を、楽しみにしててください。そして次がですね、この大人気の僕が作ってるロンティーですね。これはほんま人気すぎて去年レビューできんかったんですよ。でレビューできひんくて、今年レビューしようと思ってたらもう廃盤になるんですよ。だから終わっちゃうから、レビューせんまま終わるかもしれんし、まあ早めにレビューを掘り込む
かもしれないんですけどもね、今月9月15日かなんかにね発送がもうどんどん開始していくんで、もうなくなり次第終了っていうことなんですけど、非常にリピーターの方が多いです。とにかく去年も買ったけど今年も買うっていう方が多くて、まあ、それぐらい買って終わらさんというか、買った上で満足していただいて、でさらに来年も欲しいと思っていただけるようなねロンティーやねんけども、残念ながら廃盤です。まあこれはまた廃盤っていう話はね、ちょっとまあ原価的な話もあったりして、まあ値段も上がってきてるし、それ以外にもね工場さんとのやり取りの中でね、こうまあ合致せえへんかって部分もあるんですよ。もうこんなもんはっきり言いますけどね、あったから、まあそういうところでまあ廃盤になっちゃうんですけど、まあそういういろんな事情があって、まあ廃盤になるんやということで、まあこれもね長袖やから半ズボンとかで行ってもらってもいいし、もちろん長ズボンで行ってもらってもいいんですけど、まあその時にはねノースフェイスの名作のこういうアルパインライトパンツでもいいんやけど、これやとちょっとこんな感じでちょっとスポーツテイストが強くなっちゃうので、まあこれをベースにしたもうちょっと私服っぽい感じの落とされへんかなっていうのをね作ってみました。それがねこのパンツですね。アウトラストっていう生地が採用されてるんで、まあ年間ずっといつでも着れるっていう快適なやつ、プラスここにねプリーツ入れてるんですよ。ワンプリーツ入れとって、よくスーツとかでもあるんやけど、なんで入れるんかって言ったら、こうスマホとかね物入れた時にプリーツがないとパツパツなるんですよ。でこうパンパンなってる人おるけども、それ嫌やったからプリーツ入れてポケットに物入れても余裕が、シルエットが崩れへんようにっていうのもね計算させていただきました。そしてポケットの角度、ポケットの角度もたまにこういうなんか直角なやつあるんやけども、手入れられへん、あんなもん手入れたら手首はしまうからね、こう斜めから綺麗に入れるように角度も計算して作ってみました。まあって言うてね、今月これ出すって言ってたけども、これもだいぶ先になってね、まあ11月上旬かなんかになっちゃうんで、初回はそれで第2回は年明けみたいな感じで、まあ、出していくんですけど、まあそういったねアルパインライトももちろん今の時期いいんやけども、ちょっと今回のテイストが大人っぽいというかシンプルな街っぽい服装やったんで、そういう時はまあこっちでもいいかなと思うし、もうちょっとアウトドアに寄ってる時とかは、それアルパインライトとかはね実績めちゃくちゃあるから、こういうタイプで行くっていうのもありなんですけど、まあロゴが1個あるかないか、それと素材がナイロンなのかコットンなのかでもやっぱ風合いって全然違うじゃないですか。だからまあその辺で、まあもうちょっとこうスポーツテイストに行く時とかやったらこっちとかで全然いいやろうし、で逆にちょっと街っぽい感じの風合い出したいんだったらこっちの、まあ僕作ったやつとかでもいいんかなと思うんですけど、これだって究極の黒パンっていう名前出してるから、ほんま究極じゃないと出せないんでね、あいいんしちゃってた、ごめんごめん、ということでね、まあパンツになってました。でとは言いながらやっぱこの時期って結構雨降ったりするでしょ。で雨かと、で夏って始まる前は梅雨で雨ですよね。で夏が来て、それ夏が終わる時もまた梅雨なんですよ。で梅雨っていうか、まあその雨なんですけど、それが終わった時にはぐっと寒くなってるんでね、まあそういう時に何が使うんかっていうと、僕はもうゴアテックスはもうこれをベースに愛用してるんですけど、何なのかというとアークテリクスのアルファ SV ね、もうこれ持ったら手放されへんですよ、ほんまに。まあこんな感じでパッて着ちゃえばね、それそうの様になるし、ほんまに頑丈なんですよ。でなんで頑丈なんて言うと、ゴアテックスのプロってやつ使われてるんですよね。こだわってますねと、金かかってますねっていう感じで、普通のゴアじゃないですと、ゴアテックスプロですよということで、このスペックがもはや街でいるのかって言われたら、全くいりません。いらへんねんけども、こう自分の中でね最強に包まれてるっていう感覚で、僕まあチャリンコとかも普通に乗るんで、チャリンコとか雨の日とか関係なくチャリンコ乗ってるんでね、傘もささへんし、もうこうやってキュッてかぶってチャリンコ乗ってオフィスここまで来て、で仕事終わったら帰るっていう感じなんですけど、もう大体これ使ってます。でこれは私服です、僕の衣装部屋に置いてません。もう私服なので、私服としてこれを愛してるんですけど、ただ高い。なんでかって言ったら10万円するからね。ただもう購入して約1年半2年ぐらい経つんですけど、ガンガン洗濯機で洗いますしね、ガンガン水に濡れても大丈夫やしね、まあ、頼れるゴアテックスっていうとやっぱりこのアルファがね僕の中ではもう一番なんですけど、まあこれをね出してみました。で持ってはる方やったら分かると思うんですけど、ゴアテックスプロまでいったらね、あちゃうわと、やっぱりちょっとワンランクちゃうわって思うんですよ。今までね、いやいやゴアテックスプロまでいらんでって言うてたんですよね。やけどそうやって持ってない人の意見で、持ってる人はね、あやっぱちょっとちゃうなって絶対なるんですよ。だから最初は全然カッパから始まった、で次はなんかよくわからへん各ブランドが出してるハイベントとか H2 のとか、なんかそんなよくわからへんの買った、でその次にゴアテックスまで行きました。ですごいなって感じたのと同じように、ゴアテックスプロ行ったらもう一回やっぱちゃいます。やっぱ張り腰感とかもちゃうし、頑丈さとかもちゃうんで、興味がある方もね全然行ってみても後悔せえへんのちゃうかなと思います。でほんまパンツもねゴアテックスプロがええんやけども、そこまで僕いけてないです。今履いてるのはねクライムライトのあのパンツバージョンってやつ履いてて、ほんまこのスタイルにそのまま僕はカッパとして履くんですよ。やからこんな感じですね、こんな感じで履くんやけども、ただこれの唯一欠点はね、うわーこれちょっと残念やったなと思うのが、ポケットないんですよ。だからポケットないから 100% リュック持ってたりとかボディバッグ持ってないと成立しないんですよ。スマホ入れられへんしね、財布とか鍵とかも何にも入れられへんから、これで持っとかなあかん、もしくは
バッグに入れような感じとか、うわちょっと残念やなとかって思ったりするんですけど、もしいいパンツがあったら教えてください。僕ちょっとあのゴアテックス欲しいのでね、なんか買いたいなと思ってるから、ゴアのパンツでこれええよというのがあればね、ぜひぜひ教えていただければなと思います。ということでね、今回は9月に着用したい、アイテムっていうことだったんですけど、どうせね10月11月12月ってもうゴリゴリのアウトドアになるの分かってるんですよ。もうとにかくマウンテンパーカーめちゃくちゃ着出すの分かってるから、ちょっとこの間ぐらいは綺麗めな格好させてくださいということでね、綺麗めな格好をご紹介させていただいたということで、本日はですね9月に着用したい服何選か分からんけど紹介してみたという動画になってます。また別でお会いしましょう。ありがとうございました。